これででどうう。しょいい感じです。ちょっっと設定が違ておりました。スライドのうまく出るかどうかもちょっとやってみますか。ちょっと千尋さん、今日よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。いや、特にあんまりないですけど、開始と終了ぐらいですね。私もこの回だけだなと思いながら言いました。 <laughs> 大丈夫ですね。見えてます。はいすね、いけそういけそうですか。いけそうですね。じゃあ時間通りにスタートして、うん、あ、これはあどんどん人がいらっしゃってるな。あ、人が増えてる。あえこ,れこのままこのままでいいですか共有は、うんオ。オッケーです。オッケーす。いいよね。よね。うん。 すごい人が、人が引きている。おぉ。で、新郎さんがこう、ごなんか、キューしたらスタートみたいな感じでいいですか引きると。当番、当番の人が、それではみたいな感じで。大丈夫ですかね。あとに、あと1分ぐらいでやっ,ってもいはいはい。<laughs> えーと、取り込 嗯，没有口水吧？ はい、じゃあ、ちょっと10時になったので、始めちゃおうかなと思います。あはいじゃあ皆様おはようございます。鳥取トラックへようこそいらっしゃいました。<laughs> はい、えっ、ー、と、じゃあ今日も早速、鳥取トラックの一発目の発表になります。と森川さんの発表になります。はい、時間ちょっと45分なんですけれども。 どうぞよろしくお願いしますという形で、もう始めちゃって大丈夫でしょうかわかりました。はい。じゃあよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。では、始めます。はい。デザイナーの帽子をかぶりながらです、チームとの関わり方を考え続けている話というテーマで45分、鳥取トラックの1本目、話させていただきます。よろしくお願いします。はい。えー、森川と申します、えー。会社でもインターネットでも、ひろみつと呼ばれています。 え、フリー株式会社という会社に所属していて、プロダクトデザイナーとして働いています。まあ、最近はフロ式 FM というポッドキャストやったりとか、デザインとスクラム仲良くする会というディスコードサーバーの、えー、主をやっていたりします。はい。で、えー、今は私はプロダクトデザイナーという帽子をかぶって働いているんですけども、えー、昨日の基調講演皆さん聞かれましたか えー、UX とアジャイル仲が悪いんじゃないか仲が悪いんだったら教えてくださいっていう話があったと思うんですけど、えー、それにも関係ある話がもしかしたらあるかもなっていう感じです。はい。で、本日お話しすることとしては、なぜアジャイルとデザインに私がこだわるのか、理由となる現体験をお話しして、関わる上でどんな悩みがあるか、新しいチームの中にどのようにデザイナーが関わっていたか、えー、一つの事例として私の経験をお話ししたいと思います。 なので、デザインプロセスの全体像とか、具体的なデザインとスクラムのプロセスの合わせ方とか、手法とかフレームワークは今日はお話ししません。はい。ということで、こういう流れで今日はお話ししていきたいと思います。でまずは私とデザインチームの 出会いなんですが、えー、私は香川県の、えー、川オ寺市というとこ出身で、今日も四国トラックで、えー、背景画像が繁栄通報という砂絵ですっていう紹介が昨日あったと思うんですけど、まさにそれがある川オ寺市の出身で、えー、そこからワイワデザインやるんじゃということで、えー、九州の福岡に、えー、大学に行きました。 はい。で、そこでチームでものづくりの原体験をするんですけど、ここの学校は学園祭がすごく盛んでですね、学園祭っていうと、ちょっと、えー、出店を出したりとか、なんか食べるもののお店をやったりとか、そういうイメージがある人もいるかもしれないんですけど、あの、ちょっと文化祭に近くてですね、ファッションショーとか空間演出とか、ライブコンサートとか、なんかそういった出し物というか、企画、 を、えー、3日にわたってやるっていうようなものが、えー、すごく盛んな大学でした。で、えー、この企画は各学科のこ学 規制で構成されていていこの学校にあった学科は、環境と呼ばれる建築系の学科だったり、工業と呼ばれるプロダクト、もの物のプロダクトですね、工業デザインの人たちだったりとか、あと音響と呼ばれるホールの設計とか、音に関する専門家だったりとか、画像と呼ばれるグラフィックとか、まあ、そういう広告とか、そういう感じのことである人たちだったりとか、あと芸術情報設計と呼ばれるメディア系の人たちがいるっていうような学校だったで でですすけど、えー、各分野の学生が、えー、強断的に集まっってて企画をするっていう、えー、感じ、えー、でした、えー、ここはですね、共通言語、単科の学校だったので、共通言語がデザイン、これ、芸術工学っていう学部だったんですけど、えー、その、えー、共通言語があって、個々のスキルを生かして、コンセプトが形になっていくっていうことを、えー、経験しました。 これ実際に1たす1が2ではなくて、掛け合わせて2以上のものができるっていう経験を、えー、があったんですけども、えー、1年間この学園祭にしかこう集中してないみたいな、すごく熱狂している人たちもいて、すごく、えー、熱い経験でしたと。この企画は頭と呼ばれるリーダーがいて、 その下に、例えば舞台美術とか音響班とか映像班とか広報班とか衣装班とか、まあそういったようなことをする班があって、そこに各々リーダーがいて、やりたい班に人々が集まって、一つのものを作り上げていくっていう組織だったんですけど、今思えば初めての職能横断チームだったかなと思っていて、デザインという考え方とか向かうべきゴールは共通していて、各自の能力、得意な能力を使っている状態でした。 相手の能力とか考え方をリスペクトして自分を侵害される恐れもないっていう、まあ、あの場だったんですけど、まあ、これは大学という環境なので利害関係も少なくて、まあ、違いはあるとは思うんですけども、私にとっては強烈な体験でした。この学校が掲げていた芸術工学と呼ばれる学問なんですけど、えー、この分野はカタカナで言うと、まあ、デザインですと振っていて、 でこれはですね、えー、工学や技術に関する科学的な知識をもとに、えー、設計をする設計家を育てますっていうことを掲げていて、まあ、いかに技術を人間生活に適合させるかを教育するっていうあの理念でした、えー。技術を人間のために生かすっていうところなんですけど、まあ、人間生活の一層の充実に役立たせることが、まあ、ミッションであるっていうことで、 今まではすぐ物のデザインをしていたんだけど、そうじゃなくて、その人がどういう生き方をしているかとか、その中でどういう働き方をしているかとか、うんえー、そういう視点を持って、えー、物事、事柄に落としていかないと、混迷の時代はこれからは抜けなせないんじゃないかということを言っていたりしました。で私は結構その理念にすごく共,鳴共感して、 まあ人の役に立つものを、まあ、技術を活かして作りたいっていうことをえ思っていたんですけど、まあ、やっぱりエンジニアリングを知らないと絵に描いた餅じゃないかとあの大学の頃の私は思ってですね、えー、技術者からキャリアを進めることにしました。 社会人になって初めにやったのは、まあ、Java でシステム開発のろはを教えてもらうっていうところで、まあ、設計からテストから受け入れまでや,やるっていう一通りのプロセスを、まあ、1年ぐらいかかって教えてもらってでその後私は UI のインターフェースのデザインがしたかったので そのインターフェースがどういう技術でできているかっていうところからやるということでフロントエンドのデベロップメントからやって、技術が分かってきたら UI デザインをやって、もうちょっとじゃあ誰のために活かすんだっていうところで UX をやってっていうところでやっていったんですけど、そうこうやってしていると、新規事業のチームに UX デザイナーとして入ってくれないかというお声がかかって、新規事業のチームでアジャイルなやり方でプロダクトを作っていくっていうことをやり始めました。 えそうこうしているうちに、まあ、それを1チームでやっているのではなくて、社内に広げてほしいということで、まあ、2年間ぐらい社内啓蒙を、えー、して、えー、やっぱりプロダクトをやりたいということで、今はプロダクトデザインをやっているという流れになっています。えー、プレイヤーからアジャイルの推進者となって、えー、学んだことがあります。この UX からアジャイルに行って社内啓蒙をするっていうところの流れなんですけど、 場の観察やファシリテーションなどデザイナーの経験を活かせるなっていう気づきがあったんですね、えー。アジャイルでやろうとしていることはプロダクト開発そのものではっていう気づきがあって、UX の知見も、えー、無関係ではないなという考えができましたで。アジャイルはチームで探索的にプロダクトを作っていく活動で、えー、私が大学の時にこれはいいなと思ったチームでものづくりのヒントがありそうだなということを、えー、思いました。ただですね、えー、開発は もう推進をしてアジャイルになってきたんですけど、じゃあ、プロダクトとか事業はどうだったかっていうと、私自身新規事業立ち上げとクローズの繰り返ししか経験がなかったんですね。で、そんな自分がプロダクト作りの支援をしていいのかっていう後ろめたさが出てきてですね。 え、ユーザーに使われるプロダクトをやっぱり成長させる経験を積もうっていう気持ちが結構大きくなってきて、再度チームの中に入ってプロダクトデザイナーとして経験を積むことを決意して今に至るっていう感じです。で、プロダクトデザイナーっていう名前を今は、がついてるんですけども、まあ、この前もうちのチームのメンバーにデザイナーって種類が多すぎじゃないですかって言われたんですね。 フリーにはエクスペリエンスデザイナーとプロダクトデザイナーというデザイナーがいます。えー、エクスペリエンスデザイナーはユーザーリサーチで、えー、課題への発見をしたりとか、調査結果に基づくコンセプトせ検討とか、まあ、プロジェクトの計画立案をサポートするっていうポジションに、えー、いるんですけど、 私を含めたプロダクトデザイナーはそこから後のデリバリーまでですね、共通仕様の方針とかプロダクトデザインの方針決定して継続して改善してこうプロダクトを良くしていくっていうところに責任も持っています。 個人的に推している、えー、プロダクトデザインの定義なんですけど、えー、プロダクトと UX と UI デザインの違いは何かっていう海外の人が書いたブログの中に、まあ、こういう図を書いてくれているところがあって、まあ、UI デザインはインターフェースが使いやすいか、まあ、ユーザビリティみたいな側面を軸にしているんですけど、UX デザインをもうちょっと広い、まあ、どういう体験をしていくかっていうところを、えー、範囲にしています。でその 周りにあるプロダクトデザインは、まあ、全部包含しているんですけど、えー、そのプロダクトがちゃんとビジネスゴールに沿っているかとか、えー、経済合理性があるかとか、あと環境を悪くしてないかとか、まあ、そういうところとかも含めて考えるっていうところがプロダクトデザインだっていうような、えー、整理をしてくれていて、私はこの図を結構しています。 ということで、プロダクトデザイナーやるぞということで、スクラムチームに入ってどういうことが起こったかっていうところを今度は話していきたいと思います。私はフリー株式会社というところに所属していて、フリー会計という会計ソフトの担当をしています。 えー、このソフトはですね、日々の業務をして、まあ、請求書とか領収書とかが出てくると思うんですけど、まあ、それを会計基調をこう自動化してくれて、えー、そのデータが可視化されて経営分析とか決算ができるっていうような、えー、統合型のクラウド会計ソフトですっていうことを言っているんですけど、私が担当している領域は、えー、会計士さんとか税理士さん向けのところをやっています。 え、これ、法人、法人や個人事業主が、あの、日々の業務をやっていると、通帳とか領収書などお金の動きが出てくるんですけど、まあ、その商標を預かって記録を代行することがあるんですね。でこの基調の業務が主に担当範囲です。この真ん中の部分ですね。で、開発しているものをちょこっとお見せしたいと思うんですけど、えー、こんな感じの 入力ソフトウェアって感じですね。本当にプロが使う会計ソフトを目指して作っているっていう感じです。という感じで、ちょっとチラ見せで。あ、すいません。次のスライドに。はい。でですね、ここで作ろうとしているのが結構不確実性が高いんですね。 今までは自動化をメインにやってきたんですけど、インストール型の既存ソフトを使っている方々にも使ってほしいっていうところで、新しいセグメントを攻めたいっていうところがあります。ただですね、既存ソフトを真似ればいいかっていうと、私たちがコンセプトとしている情報の構造っていうのがちょっと違うので、既存ソフトを完成には真似られませんと。 えー、そういう特殊なコンセプトの、えー、と情報の構造をちゃんとユーザーに分かってもらうために入り口のレベルを下げて自分たちの世界に導く設計が必要ということで、まあ、どういう、えー、見せ方をすれば、えー、そうやってユーザーに馴染んでくれるかっていう不確実性があります。でもう一つはうちのチームは割と社歴の浅いメンバーが、えー、多いんですけど やっぱりフリー会計ってすごくでかいので、屋台骨のプロダクトコードに手を入れるには深い理解が必要というところで、方法に対しての確実性もあるということで、アジャイルなプロダクト作りが向いてそうだなっていう背景がありました。で、私が働いているチームなんですが、エンジニアは名古屋にいて、私含むプロダクトマネージャーと QA とデザイナーは東京にいます。 私はこのチームで1000人でデザイナーとして働いていますで。スクラムチーム、これスクラムガイドの日本語版ですが、スクラムチームの中には一度に一つの目的に集中している専門家が集まっているし、各スプリントで価値を生み出すために必要な全てのスキルを備えているということで、デザイナーも開発者の一員だと思っています。でもう一つ、アジャイルな見積もりと計画づくりという本の中でも、 私は開発者という呼び名を非常に広い意味で使っていると。この言葉が指すのはソフトウェアを開発するすべての人のことだ。で、いろいろこう役割のお名前が書いてあって、デザイナーなどであるっていうのが書かれています。別のページでもここで開発者というとき、そこにはプログラマーとかいろいろいろいて、ユーザーインターフェースデザイナーなどすべてのダンス当社が含まれることを忘れないでほしいっていうことが書かれていて、私はデザイナー入っている、開発者の一員だっていうとすごい思っています。 えなんで、ここのエンジニアだけが開発者というよりは、開発者と呼ぶとき、QA もデザイナーも入っていると思っています。と、息巻いてチームに入ったんですが、これタックマンモデルですね。チームが発達していく段階を表したまあ図っていう感じなんですけど、チームが形成されてぶつかり合って共通の規範が形成されてチームになっていくみたいなえ段階があると思うんですけど、この形成期と混乱期がずっと続くっていう状態になりました。 人員は頻繁に入れ替わるし、えー、振り返り、まあ、一応スクラムをフレームワークとして使おうっていうところでやってはいたんですけど、振り返りで危機感を言い出せないし、えー、価値をユーザーに届けたいっていう気持ちはみんなあるのに、リリースできない期間が続くっていうことがありました。えー、ここの下に貼ってるのが、その当時の中長期の振り返りの、えー、ミロのボードなんですけど、えー、感情グラフを書いていて、 この、えー、と下側がマイナスの感情なんですけど、まあ、結構マイナスのところに不全が固まっている時期があって、まあ、この時期が形成期と混乱期を、えー、繰り返していた時期です。で、えー、なんでこんなにうまくいかないんだろうというあの思いがすごいあって、でこれは、まあ、結構今は安定しているので、冷静に振り返られるんですけど、えー、いろいろこう要因があったにしろ、こう私という、まあ、デザイナーの私から、 えー、見たとき、えー、私に関しては、まあ、こういうことがあったという話をしていきます。えー、まず、チームのエンジニアからの思いがけない反応がありました。で、私は、えー、デザイナーも開発者の一員だと思って入っていってるんですけど、ひろみつの動き方はフリーのデザイナーとして異質なのではって、こう、言われました。こうデザイナーが少しずつ作っていくやり方を社内であんまり見ないと。え、社内の他のデザイナーと標準と合ってるのかなっていう心配を、あの、してくれてですね。 で、他に、まあ、ロードマップ関係にも私はちょっとグイグイ入っていくぞ、みたいな感じでやってたんですけど、えー、ロードマップはプロダクトマネージャーが作るものでは、っていうことを言われたりとか。あと、開発の、まあ、使用書というか、ドキュメントには、あの、PRT、製品要求使用書っていうフォーマットを使っているんですけど、まあ、そこにも、こう、関係があるから、あの、入っていこうっていうところで入っていってたんですけど、まあ、それを書いてるからデザイン作業が、まあ、できないのでは。 まあそのフィグマを作るデザイン作業の時間は取れてるっていうことをえ心配されました。で、その時はちょっとびっくりしたんですけど、まあ、やっぱり後で思い直して本人に背景を聞いてみようっていうところでもう一回え背景を聞いてみました。 過去に仕事をしたデザイナーはどんな動き方をしていた例えばどんなプロダクトでどんなコミュニケーションをしていたっていうところをもう聞くとですね、まあ、自分とのギャップが見えてきて、えー、高速にルックフィール、まあ、そのフィグマの,のアウトプットを決めることを求められているのではっていうところがあって、まあ、これまでのデザイナーの印象が、えー、デザイナーというロールの理解が期待値になっているのかもしれないなっていうところを思い出しました。 でそれまで私はデザイナーという帽子はすごく気に入ってたんですけど、えー、ちょっとこの帽子は被り心地が悪いのかもしれない。動きにくいのかもしれないっていう思いが出てきます。えー、今となって考えてみると、まあ、結構期待値のすれ違いがあったんじゃないかなと思っていて、私は、えー、プロダクト作りの話だと思っているし、実験しながらプロダクトデザインしたいし、えー、今回は確実性が高いし、複雑な UI なので、技術面とポレードオフがあるので、 えー、VIP の状態からこう議論していくことが大切だとか、あと、スクラムはプロダクト作りを一緒にする話なのに、なぜデザイナーが外にいるんだろうって思ってたり、えー、したのかなっていう思うの考えがまとまったんですけど、えっ、ー、と、やっぱりスクラムを取り入れるぞってなった時に、まあ、開発から始まることが多いと思うんですね。でそうすると、まあ、いきなりうまくやることはできないので、 最初は作ることからフォーカスに入ってるし、えー、決まったものをプロダクトバックログにしたい。まあ、これは、あの、本当に設計が決まったものだけ始まめプロダクトバックログに載ってたんですね。でそうすると、クオリティの高い UI 設計が欲しいのは、その通りだなと思っていて、まあ、そこで完全なる期待値のすれ違いがまあ,あったかなと思います。 で、それまでコミュニティとか、ディスコードのサーバーとか運営する中で、アザイルとデザインの関係でたびたび耳にしていたことがあります。スクラムとデザインのプロセスは相性が悪いとか、スクラムの中にはデザイナーが入ってないので疎外感があるとか、聞いてたんですね。それまでは私はその実感はなかったんですけど、もしかしてこれかという実感が出てきました。 で、もう一つ、えー、混乱を生んだ元かなと思っていたのが、まあ私自身こういうプロセスでやりたいという理想があったんですね。でそれまで、まあ UI 設計とか UX とかやっているし、あとまあ推進もやったので、まあある程度こういうふうにつながってるんじゃないかっていうのがあったんですけど、まあそれはこれまでの経験と思い込みから来る満身だったなとか思っていて、まあチームの人と状況を全然見れてなかったんだなと、えー、振り返りました。 でデザインプロセス、こういう風にプロセスでやっていきたいんだっていう共有も足りていなかったかなと思っていて、まあ、共通の課題感と知識がチームにないのに、まあ、焦ってたんじゃないかなと思います。でそういう動き方をしていると、まあ、やっぱりチームのエンジニアからあの指摘をされてですね、デザイナーの方が壁を作っているのではって言われたんですね。これはエンジニアと一緒に考えられる部分もあるのではと思うのに、えー、全部やろうとしてないと。 でデザイナーであるということを意識しすぎて、結果的に壁を作っているように見えたらしいんですね。でこの時はすごいショックで、まあそうか、壁を作っているのは私なのかもっていう、えー、反省をしました。で、えー、っと、まあ、この時気づいたのが、被る帽子が変わると振る舞いが変わってしまうなっていうことを思ったんですね。でそれまで2年間ぐらいチームの外から支援するっていうことで推進者として動いていたんですけど、まあ、チームの中,中にいると完全なる当事者で、 引いて場を冷静に見れないですね。引いて、あの、当事者じゃないと、まあ、こういうことが起こっているとか、この人はこういうことを思っているかも、じゃあリアルに聞きに行こうとかいう動きができるんですけど、えー、中に入っちゃうと結構近視眼的になってしまって、出来事にも感情で反応してしまって、あれなんかできたはずなのにすごいこう自分は感情的に反応してしまってるなっていう気づきがありました。まあ、チームに対する距離に対してこうコントロールが効かないっていう感じですかね。 当時を知っているコーチ曰く、もうひろみつさん何してんねんって言われました。多分今この裏で話している人だと思うんですけど。はい。っていうことで、動きを変えよう仕切り直しだと思いました。っていうことで、手張から、えー、やり直して貢献を増やす。っていうことをやり出しました。まあ、結構、あの、疲弊していたとこもあったので、一旦求められる動きをやりつつ、機会を伺うモードに、えー、しました。 えー、そうこうしていると、新しいエンジニアが、まあ、チームが、に増えるのを機に、コーチにちゃんと入ってもらって、主からやるっていう、あ、主からやるっていう決意をチームでしました。で個人的にもコーチに助けを求めたんですね。その頃、RSGT の、あの、懇親会とかで結構話す機会があって、まあ、コーチが入るんだったら、もう使えた、使えたよせと、という話があり、あったので、助けを求めようと。 はじめはプロセスへ積極的に介入せずに、まあちょっと UI 設計に注力して力を貯めたいですっていう話をしました。えー、なんですけど、私と目から見える課題感はお伝えしました。で、関、え、連、ー、モードから再発出発したんですけど、えー、その頃 UI 設計の難易度の低い開発エピックがちょうどあ,あるタイミングで心に余裕が出てきました。えー、その頃、えー、それまでは pbi ごとにちょっと UI 作って渡すっていうことをやってたんですけど、先に UI 設計をまるっと終えて、開発に渡す形式に一旦戻しました。で、スプリントには3回するんですけど、エラー表示とか気になる点があれば対応するし、まあ、UI 実装ができた段階でデザイン面、ちゃんと実装されているかっていうのをレビューするっていうやり方に戻したんですけど、 えー、やっぱり、えー、もやもやはしていて、<laughs> UI 設計観点で修正したいものが PBI にずっと残り続けるんですね。一旦開発が終わったっていうのがあって、でも、ここを直してほしいんだけどっていうのが要望になっちゃって、まあ、機能開発が優先されて、なかなかその UI の品質が上がっていかないと。でこれは完成の定義にして、デザイナーもプルリクを確認すればいいのではとか、デザイナーが中に入ってた方がやっぱりいいのではっていう、えー、気持ちがあって、 振り返りで少しずつ主張してみるっていうところから、えー、やり始めました。ということで、目の前のできることからどういうふうに進んできたかっていうのを4つほどお話ししたいと思います。えー、まず、フィグマ作業を黙々配信するっていうのをやってみました。ある日、まあ、振り返りでいろいろ言ってると、コーチがですね、みんなひろみつさんがどんな仕事してるか知ってるんって言って聞いてくれたんですね。で、私は、あ,あ、知ってる知ってるって思ってたんですけど、チームは知らないかも、そういえば、みたいな感じの反応で、 えー、フィグマ作業をしているところのありのままを見せるトライをしてみたらっていうことでやってみることにしました。で、えー、チームが名古屋と東京に離れているので、モブ部屋をミートで作ってですね、作業を配信するっていうのをそのスプリントで試してみたんですね。えー、フィグマの作業するときは、えー、作業タイムなので、モブ部屋にいますと、えー、言って入ると。 で、作業をオープンにするっていうのはすごく怖くて、まあ、それまでの仕事でも、ウィップの状態のデザイン出すみたいなのをやってたんですけど、やっぱりチームが変わると人が違うので、作業が遅いなってさらに思われないだろうかとか、簡単そうだという印象にならないだろうか、UI 設計に舐め出しされたらどうしようみたいな、えー、気持ちになってですね、えー。この下の画像はツイッターで流れてたソフトウェアエンジニアとプロダクトデザイナーを、えー、対比してネタにしているがあの動画なんですけど、 エンジニアは Java とか SQL とか HTML とか GitHub とか CSS とか、まあ、いろんなこう難しそうなことをやってマトリックスみたいな画面でなんかすごい作業をしているように見えるのにプロダクトデザイナーはロゴを右左に動かしてふんふんってお茶飲んでるだけじゃないかみたいなちょっとネタにしている動画なんですけどでもそれが出てくるぐらいなんかなかなかその思考みたいなのが見えにくいのでいやーちょっと怖いなーみたいなのありつつ、まあ、やってみましたでもそれは結構キーで え、気軽に UI 要件の相談ができるようになったんですね。私自身 UI 設計に困っているポイントも共有できるし、逆にそのスプリントで実装している、実装の相談もしてくれるようになりました。えー、ここの下に貼っているのは、そのスプリントの振り返りの、えー、スクショなんですけど、ふと話したいタイミングで行ける場所があるのって大切だよね、とか、モブ部屋はとりあえず入っておくと、雰囲気や悩んでいることが知れるから気にせず入っておこう、とか、 まあ、ボム部屋があると勝手にリファインメントが進んでる気もするな、みたいな、いい振り返りができてですね、えモブ部屋の主というスラックのスタンプが爆誕しました。で、まあ、うまくいったように見えるんですけど、私はその裏でも、うん、次どうしよう、みたいなことを考えていて、デザイナーの他の思考をどう知ってもらえばいいんだろうというのを考えてました。 まあフィグマ上で見えている部分以外の活動ということですね。まあ、プログラミングが開発と呼ばれる活動の数割でしかないように、フィグマに出てくるのもまあその一部だと思っているので、それ以外はどうすればいいかなとっていうのを思ってました。えー、ということで、次はスプリントレビューでユーザーテストをやってみるということをしました。それまでの スプリントレビューなんですけど、開発した機能をエンジニアが操作して説明してたんですね。説明する対象は、プロダクトマネージャー、これはスクラムの PO のポジションなんですけど、と、私が確認して、もうちょっとこうしてほしいな、みたいなことを言ってたんですけど、まあ、そもそもスプリントレビューでなんだっけっていうところで、合ってるか確認してしまう、もらうとか、承認してもらうものでは、えー、ないんですね。で、まあ結構複雑な UI をやっていたので、もうそれで本当にいいのかっていうところで、 関係者の方々をレビューに読んで説明した結果のフィードバックを受けてみるっていう実験をしました。これはビジネスの方々ですね。をちょっと読んでどうですかっていうのを、まあ、でもやり方する、でもするのは一緒なんですけど、その人たちに感想を聞くと。そうすると、早い段階からフィードバックを受けたいなとか、フィードバック受けるとモチベーションがすごく上がるなという振り返りが出てきて、すごく良かったんですけど、 でももっと効果的にするためにはどうすればいいのかっていうところで、じゃあ実際に、えー、想定シナリオに沿って動くものを触ってみたらっていうところが出てきたんですね。で、そのタイミングで、えっ、ー、と、私と結構初期の段階からいろいろ話してるエンジニアの人が、えー、で、レビューのデモとかユーザビリティテストっぽいものは私にデザイナーとしてもっと関わってもらいたいっていうことを言ってくれて、えー、レビューをちょっとリー,リードしてみるっていう実験をしてみました。 でこのユーザビリティテストっていうのは、設計した UI が妥当な設計になっているか、ユーザビリティ問題の発見を行う、まあ、やり方で、ストーリーに対して使えるものになっているか確認するのと、まあ、同じなので、結構似てるの、似てるんですね。でえー、簡易的なユーザビリティテストを、えー、スプリントのレビューの中に組み込んでみるっていうことをちょっとやってみることにしました。フリーのプロダクトデザイナーが関わるリサーチっていうのはいくつかあって、 で、えー、設計の前にやることと設計の後にやることがあるんですけども、えー、設計を検証する、で、設計を修正していくっていう、ここのオレンジのユーザビリティテストっていうところを、えー、スプリントの中に組み込んだっていう形になります。で、実際にレビューでやった流れなんですが、えー、もちろんプロダクトチームはいるんですけど、プラスアルファ関係者を呼びました。 まあこれはユーザーをよく知っている人かユーザーに近い人。このタイミングではカスタマーサクセスとマーケの人に来てもらいましたで。事前の機能説明などは行わずに彼の情報、状況を伝えて実際に使ってもらうっていうことをやりました。えー、操作画面をこうユーザー候補の人にはシェアしてもらって考えていることを声に出してもらってメンバーはカメラとマイクをオフにして操作を観察します。 一通り操作が終わったら、操作中に気になった行動を深掘りしたり、率直な関係、感想を聞くっていうやり方でしました。実際に、えー、初回に提示したシナリオがこんな感じですね。あなたはミスオカツプロ会計事務所に勤めている40代前半の税理士ですっていうようなあの状況を共有して、ズームでの説明会終了がこちらのアンケートの URL が送られてきたので、耐えることにしました。じゃあお願いします。って言って何も説明せずに渡す。 で、実際こんな感じで、えー、やりました。左側のスクリーンが実際に作っているもので、えー、ユーザー候補の人に来てもらって、で、ここに映ってないエンジニアの人も裏に入って、その様子を見ていると。で、えー、やってみて、どんな反応がメンバーからあったかっていうと、現場で使うために何が必要かがわかりました。 運用を含めた全体の流れの中で改善したい箇所が明らかになったんですね。連携されたデータを受け取るビジネス部門の観点で見ることもまたテストだという観点が生まれました。で、開発しているとそういう観点がなかなか見えないので、その課題点が見えたっていうのが大きかったです。 一番大きかったのが、あの、モチベーションが上がったっていうところで、直接的に利益を享受する人たちが、本当にチームの前で喜んでくれて、ユーザーが使える役に立ちそうだという自信が持てました。で、えー、これ、そのスプリントでの振り返りのミロのボードなんですけど、チームのテンションが爆上がりしました。えー、レビュー良かった、元気出たとか、レビューが素晴らしくてテンション上げとか、えー、レビュー最高でテンションが上がってますみたいなのがすごい出てきました。 このスプリントでチームが成し遂げたことっていうところも、まあ、一通りの流れを体験してもらって使えるっていう自信が持てたっていう話とかも出てきていますで。やっぱりチームの外の人に来てもらうレビューは学びが多くて、有識者レビューはかなり価値がある。で早く回せば品質につながりそうだっていう話が出てきてですね。えー、やってみたことで得たもの、一、まあ、回の実験で得たもの。 が、動くものをもとに、早い段階でフィードバックを受ける重要さをチームが体感しました。でエンジニアとか QA とかデザイナーそれぞれの視点でユーザーの理解度が上がったし、スクラムのリズムの中でデザイナーの専門性をこうやって発揮できるんだ、共同できるんだっていう事例を示せました。でま、同じものを見ることでチームを強化する学習のループも回せそうだねっていう希望が出てきたっていう感じですね。 で、もちろん、実、設計とか実装する前にヒアリングはやってたんですね。PM とかデザイナーの間で。USI 設計のために、まあ、どんな課題があるか、どんな課題がありますかっていうのを自然にヒアリングしてたんですけど、動くものを元にシミュレーションしてみると、出てこなかった課題がわさわさと出てきました。でなぜで現場で困っているのかとか、さらに運用を楽にするには何を解決すべきかっていう視点ですね。例えば、郵便番号を入れるフォームがあったんですけど、 その郵便番号を入れた後に都道府県を入れずに市区町村から入れる人がいると。そのためにマーケで追加運用が後々発生します、してます、困ってます、みたいな話が後に出てきたりして、いやー、それは効率化したいね、みたいな話とかが、まあ、動くものをベースに出てくると。で、これがすごい良かったので、その後のスプリントのレビューは簡易ユーザビリティテストをするようになりました。 ただですね、この成功体験がでかすぎて、1パターンに定型化してしまったんですね。で、毎回毎回やってると、結果コストがかかりすぎでは、これ毎回やんのみたいな声が上がり出します。で、えー、まあ振り返りとかでいろいろ話した結果、シナリオはもしかしたらそのスプリントで設計するんじゃなくて、もっと前段階の計画時とか PBI 作成時とか、まあ、リファイメントの時に決められるのではっていう話になって、えー、ここの、 レビューが悪いわけではないという話になっていきましたで。あとですね、毎回やってると疲れてしまうので、設計に仮説があって確かめたいものだけに絞るっていう決断をチームでしました。で他の変化なんですけど、まあ、レビューうまくいってる風に見えるんだけど、逆にレビューの方法はこれでいいのかっていう疑問があるエンジニアから出てきました。 でこれは何かっていうと、実現したいことに近づいてるかわかるかっていう視点なんですね。あの、冒頭で不確実性が結構高いっていうところを共有したと思うんですけど、えー、そこに近づいているのかと。でユーザビリティテストでは、その時点の設計がちゃんと正しくなってるかっていう検証しかできないので、まあ確かにそうだねっていう話になりました。で、なんで、レビューが悪いんじゃなく、レビューのやり方が悪いんじゃなくて、 レビューではなくて、プロダクトゴールとスプリントゴールが今、ふわふわしているのが原因でだわっていう話になってきてですね、チームでゴールとチームの状態検査するものを計画しようと。で、進捗としてレビューで定量のデータも見ようっていうことになっていきました。で、まあ、うまくいってる風な裏で、また私はうーんって考えていることがあって、 えー、ユーザビリティテストではその時点で設計開発したものの設計の妥当性は確認できるんだけど、ゴールに近づけていることは検証できない。じゃあどうすればいいんだろうって。あとですね、実際にユーザー候補を目の前にしてチームで話を聞くっていうことを、まあ、やってみてはいるんだけども、まあ、その要望をチームが真に受けないためにはっていうところが気になっていて、まあ、ユーザーはこれいりますかって言うと、いりますって言っちゃうんですよね。それは悪気はなくて、 まあバイアスとかそのタイミングでまあ状況になると言ってしまうみたいなところがあって、ユーザーは嘘をつくことがあるっていう知識の共有が必要そうだなとか。あと、ぴったりなユーザー像の人に来てもらえない時もあるので、ユーザー像が共有されてないと、もう何でもかんでも要望を受け止めてしまう心配もあるなぁと。そこがずれちゃってると、それは今実装すべきものかっていうところがまあずれてきますよね。っていうところが、うん、どうしようみたいな。 感じで、えー、考えてましたで、えー、じゃあ UX の本とかをみんなで読めばいいのかな、んなんか読書会とかしたいな、どうしようかなみたいなのですごい考えていたときに、えー、とある日のラーニングセッションで、チームが担当している機能の不具合対応をどう扱えばいいかっていう話が上がったんですね。で、主としているプロダクトの開発を圧迫せずに、まあ、そういう不具合対応をしつつ、予測可能性を高めるにはどうすればいいかと。 プロダクトバックログとポイントの考え方とか、バーンアップチャートについて深掘りして学んだっていうのがあって、チーム内ではアジャイルについての経験差もあるねっていうところがありました。ということで、機運おばさんと私は貸しまして、スラックに今日のライニングセッションに出てこれを読む機運を感じましたっていろいろこう投稿し始めました。アジャイルな見積もりと計画づくりの本ですね。 UX とかだと、あの、デザイナーの本みたいな感じになっちゃうんですけど、まあ、これだったらチームでみんな読めそうだということで、この本を紹介してみました。で、えー、いい感じにこうみんなが反応してくれたので、毎週一章ずつチーム全員参加で読書会をしてみることになりましたで。事前に読んできて感想を書いておいて、当日コメントが盛り上がっていたり、疑問に感じることを話し合うスタイル。で、実際の読書会メモがこれなんですけど、 アザイルプロジェクトに壁越しに放り投げるという発想はないと。えー、これが起きるんだったらそのチームは一つのチームとして動けないっていうことだよねとか、えー、壁越しに投げられている感じがしますって聞いたらドキッとしそうとかいう話をこうチームでしたりしていました。で、えー、やってみて起こったのが、えー、チームで同じ話題について議論する場ってそれまでスクラムの、えー、イベントくらいしかなかったんですけど、感想以外にも考えていることや意見も表現できる場ができました。 で、これ、あの本で読んだやつだって、チームで共通の語彙ができてですね、アジャイルに関する知識の差が、まあ徐々にではありますけど、生まれ始めたことと、ユーザーストーリーとかリリースプランニングとか、ゴールについての共通認識が少しずつでき始めました。で、そうやって本を読んでいると、その時に直面している課,課題に対して、これやってみたいっていうトライが生まれるようになりました。えー、まあチームで計画づくりとは価値の探求なのだっていう、まあ、あの考え方を学んでいったと。 ということで、えー、その後はリリース後の様子をじゃあ見に行こうっていうところをこうやってみたっていう話なんですけど、えー、先ほどお話ししたリサーチの種類の中で、えー、設計する前の、じゃあ実際に人々はどう使っているんだろうっていうのを見に行く業務観察っていうことがあります。でこれをやったっていうのが次のチャレンジなんですけど、えー、まあ結構大きなリリースをいくつかやって、えー、リリース後にやったリサーチっていうのがあるんですけど、えー、この目的が 使い続けている会計事務所を使わなくなった会計事務所の差分は何かと。定量データは、えー、結構取れてるんですけど、じゃあ裏に何が隠れているかは、まあそれ以上はわかんないですねで。なぜ使われているかとか、継続利用を阻害する欠点はないかとか、まあゴールに本当に近づけているのかっていうのを見に行こうというところで、利用ユーザーに時系列にヒアリングするっていうのをやってみました。 えこのタイミングでは後からチームに参加したエンジニアは実際にユーザーを見たことがない人もいたので、そのリユーザー理解の向上っていうところも一緒に目的に入れてました。えー、やっぱりインタビューってこういうズームなんかでオンラインでもできたりするんですけど、画面外の業務環境を知る意味っていうのはすごくたくさんあって、えー、例えばどんなキーボードをつく使っていてそれはなぜとか、入力している際のキータッチは右手と左手はどこにあるんだろうとか、画面は えっと、まあ、紙を点記するっていう作業をするときに、紙と画面をどういうふうに聞きしてみ、見ているかとかいうのが、まあ、画面のレイアウトに、のに対するこう設計の意図になったりとか、え、キーボードの操作も、キーボードショートカットのどのキーを使うべきかっていう、え、設計のホワイにすごくつながることがたくさん隠れています。 え、業務を観察するっていうことをそのためにやるんですけど、えー、普段業務を行っているユーザーさんのデスクの近くにお邪魔して、見せていただきたい業務を再確認して、普段通り業務を進めてもらって、で、その後、一塊の業務を見せていただいた後に、えー、さっきのこれ何してたんですかっていうのを、え、聞いてみると。まあ、例えば、師匠と弟子のように、あの、技は見て覚えろっていうのが師匠だと思うんですけど、えー、言葉で教えてもらうんじゃなくて、見て、 あの、これって一体何してるんですかっていうのを弟子のように教えてもらうっていうやり方です。でそれをやってみてどうだったっていうのが、まあ、これ皆さんエンジニアなんですけど、まあ、実際自分がたちが作っているものを使ってくれている人を目の前で見てすごい感激しているっていうところが、えー、すごいこれもテンションが爆上がりしました。で、えー、結構嬉しかったのが一番最後の方のリ,セリサーチ分析の大変さとか深さが実感できて、まあ、リスペクトの思いが湧き上がりましたと。 自分的にプロダクトゴールがまだ道の幅のことも実感できましたっていうことを言ってくれてすごく嬉しかったです。やっぱり使われてるんだっていう実感がチームで持てたっていうのがすごく大きくって、自分たちはあの仮説を立てて設計をしてるんですけど、本当の資料ではないので、本当に業務の中で使えるかっていうのはわかんないんですね。だけど、それが使われているんだっていう実感が持てたと。 でえー、そういう業務を見ることによって同じ語彙。これはユーザーとか業務フローとか速度感とか、えー、雰囲気とか発言で議論できるようになったっていうのが大きくて、えー、操作の速度感って引き能要件だと思うんですけど、まあ、そういう文字にしにくい感覚、これだったらできそうかなっていう感覚の共有ができるようになったのと、あの機能や対応はやっぱり必要だっていう肌感が持てるようになった。 ということがあります。で、それが提供順位や設計への納得感にもつながっていくかなと思っています。はい。で、まあ一番大きかったのが、このプロダクトゴールへの距離をチームで実感できた。まだちょっと距離がありそうだっていうことが実感できたと。で、これもうまくいってるふうに、えー、いってる側面もありつつ、その後次私が考えていることが、えー、課題は聞いても出てこない。まあ見るべきはユーザーのアズイズなんだけど、課題は何ですかって聞いてもなかなか困っていることは 出てこないので、まあどうしたらいいかなとか。あとは、開発しているのは、まあソフトウェア、えっ、ー、と、SPA でっ作ってるので、まあ、たった1画面なんですけど、複数パターンの業務プロセス上で使われるし、複数の役割のユーザーが利用するんですね。で、そうすると、モデル化してないとチームで同じものを見れないんじゃないかなっていう心配を、まあしてました。で、え複数の 業務プロセス、ユーザーがいるっていうことは、設計上のトレードオフが複数発生するということで、目先の要望をフラットに扱っていると、ゴールを見失っちゃうんじゃないかっていう懸念があって、それは設計の優先度とか、提供上、提供順に影響するし、ゴールに向かうために検証すべき問いかっていうのが、まあ、あの、見にくくなるんじゃないかな、じゃあどうしたらいいのかなっていうのを考えていきます。 で、そうやっていろいろやってると、これ巻き戻していってんじゃないかなっていう感覚になってきていて、えー、プロダクトゴールがあって、それに進むためのスプリントゴールがあって、設計としての仮説があるっていうのを頭から考えるんじゃなくて、初めはユーザビリティテストとして設計としての仮説が合ってるかっていうのをやってみたんだけど、それって本当にプロダクトゴールに近づいてんのっていうのがわかんなくなって、スプリントゴールを考えるようになって、えー、プロダクトゴールまで遡らせる。まあ、その 道筋というかロードマップをちゃんと見るようになったっていうのにこうどん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 こうチームが巻き戻っていってるっていう感覚があります。うん、はい。ということで、えー、まとめです、えー。いろいろやってみて思ったことは何かをリードするっていうことは自分の仕事を知ってもらうということでもあったなと思ってます。 デザイナーのひろみつさんではなくて、デザインが得意なひろみつさんとして最近チームの中で動いてるよねっていうようなフィードバックももらえるようになりました。で、えっ、ー、と、ちょっとずつやってるところを見せて、まあ、それで巻き込んでいくということかもなーっていうところがあって、えー、最初、 形成期と混乱期を繰り返してた頃、私は最初から綺麗なプロセスでこれでチャレンジしたいんだっていうところがあったんですけど、まあ、やっぱりチームの知識とか人とか状況とかもいろいろなので、最初から綺麗なプロセスでやるのは難しいと。えー、なので目の前のことからやって、チームのその時その時に必要そうな情報を取り入れることで、あの理想の方にこう前進していくっていうところがあったなと思っています。はい。 ということで、私の開発者の一員として、チームでものづくりの旅は続きそうだなと思っていて、デザイナーと共同するときに、じゃあどうすればいいのか、アジャイルとスクラムとデザインどうするみたいな話をするときに、結構デュアルトラックアジャイルっていうのがあるよとか、いろいろフレームワークの話も出てくるんですけど、デザイナーの守備範囲もチームの理解もその現場次第、もう私みたいなデザイナーがみんながみんなじゃないと思うので、 えー、結構難しいなと思っていてプロセスを取り入れることに意識がいくと目の前のこう課題が見えなくなって足を救われるなっていう学びがありました。で、えー、目の前のチームと課題に目を向けるのが先かもなっていう学びがあって、まあ、そうやっているとこうデザインのプロセスを巻き戻して遡らせていくっていうこともまあ最終的にはできるんじゃないかなと思っていてで、えー、とこういうプロセスが理想ですっていうのがあって で、最終的にそこに持っていって、こう融合した状態を目指すのはありなので、まあ、そういう理想を持つのは悪いことじゃないんですけど、まあ、いきなりは難しいから、そこを目指して巻き戻していくっていう、えー、感じで考えています。で、最近はみんなでっていうのはどういうことだろうっていうのを考えていて、えー、チームでリサーチに行ったりとか、まあ、一緒に、えー、優先度考えたり、ロードマップ考えたりとか、えー、する中でも、やっぱりそれぞれに責務、 それぞれの職能に責務みたいなのがあって、まあ、合議ではないなと思っています。で全員が同じこと同じレベルでできる必要はないんですけど、でも一人が、えっ、ー、と、こういうプロセスでやりたいんだって言って走ってるのでもなく、各々の,の,の、えーと、得意分野を活かして共同するってどういうことみたいな。大学の時にこういうチームになりたいって、あの、体感したはずなのに、 また何週か回って、えー、っ共同ってどういうことなんかいな、みたいな感じに最近になってきています。<laughs> で、いろいろ考えながら、トライしながらチームを前に進めていってるっていうのを最近やってます。ということで、私のチームのものづ,ものづくりという青い鳥探しはまだまだ続きそうです。ということで、私の発表を終えたいと思います。ありがとうございます。はい。 ありがとうございました。時間ぴったりですね。ありがとうございます。45分ぴったりです。ありがとうございました。<laughs> あ、なんかどうしましょう。もしよかったら、なんか1個ぐらい、もし質疑応答ね例えば、ーーはい。時間もあると思うんですけど、なんかどなたかいらっしゃいますかよければ、あの、ズームで手を挙げてとか、もう喋っていただいても大丈夫ですし、いらっしゃいますかね。そうかな。 ちょっと,いらとりあえず今のところいらっしゃらない感じなので、えちょっと私から1個いいですか私もなんか今年1月に転職してですね、なんか新しい環境でやっていて、非常に種張りの話とか、もうビンビン身にしみるっていうか、<ー>うみたいなのをすごい思って楽しく聞いておりました。でなんかやっぱり主の段階ってやっぱり あのーまあ、もやもやとかおっしゃってたみたいなもやもやとかあとなんか本当にこれでなんかもっとガンガン言わなきゃいけないんじゃないかみたいな不安とかやっぱりあるなってすごい思うんですけどそこそから歯、まあ、に向けてあのちょっとずつ振り返りでこう提案してたみたいな話とかされてたと思うんですけどなん,かなんかそういう時に気をつけたこととか意識したこととかなんかもしあればはい。 提案すすする時にってことででかあそうですね提案し始めていくときに、なんか今提案するのと、当時提案したときって、やっぱりちょっとこう、もちろん気持ち的な違いとか、やり方の違い、あったのかなと思って、はい、そうですね、確かにぼ初めの頃は、私はこう思うんだみたいな感じで、外の人たち、外じゃないや、チームの人たちが、どういうふうな思考を持ってるかとか、何に困ってるかとか、あんまり。 まあ聞いてはいたんだけど、今ほどは聞けてないなと思っていて、まあ、そういう中で自分のこう、デザインの帽子を被っている立場から主張してたんですね。だ本当に主張のぶつかり合いみたいな感じになってたんですけど、えっと、その後は結構こう、 なんだろう一緒に集まって飲みに行ったりとか、<laughs> なんかチームビルディングのタイミングとかで、結構何を考えているかっていうのをいろいろ話すタイミングが増えたなと思っていて、で、なんか今のチーム開発こういう風になってるってけど、ここが課題だと思ってるんですよとか、プロダクトのゴールに近づいてるだろうかとか、まあ、そういうふうなみんなが何を考えているかっていうのを、まあ、ちょこちょこ聞きながら、 あじゃあ、これは主張しても良さそうみたいな、ななるほど,なるほどこう流れになったかなと思います。なんかそごあれですね、やっぱりちょっと、ま、プライベートとは言わないんですけど、うんね、業務外じゃないですけど、あランチ行ったりとかの、そうですね、かに <laughs> 情報を集めるというか。確かにあ、めちゃくちゃ大事ですね。うん、ありがとうございます。すごく参考になりました。あちょっといいですか、そ,そういうたなんか考え方を、うん 交換するために、あなんだっけ、トラッカーズエクササイズとかやった方がいいとか言って、ワークショップみたいなやってたんですけど、それじゃあ全然やっぱ差は埋まらなかったなと思って、うんちょこ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 話して、この人たちは何を考えてるんだろうっていうのを知るし、自分の話もしていくっていうのが結局は早かったんだなって思いました。なるほど、うん すごく、すごい今学びを得ました。<laughs> ああ、なるほど。ありがとうございます。なんかすごい私独みたいな時間になってしまって <laughs> 皆さん。ありがとうございました。なんか、あれですかね。この後ももし質問とかいろいろあれば、あの、スラックじゃなくてディスコードに書いていただいたりとかで大丈夫ですかね。はい。はい、ありがとうございます。 ちょっと以上で、ひろみつさんの発表は終わりとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。あ<ー>ほっ取りがットリトラップ続きまして、11時から次の福田さんのです、ね、発表になりますので、ご興味ある方はぜひぜひ、ズームへお集まりください。では、一旦休憩時間ということで、また11時に再開となります。はいあ さんありがとうございましたありがとうございました。